おはようございます。おはようございます。いやこんな降ると思わなかったんですけどねまあ朝一ちょっと期待して早めに来ました。いやめちゃくちゃ雨降ってますよ。大丈夫ですか？マジ土砂降りなんですよ。大丈夫ですよ今日。まあまだ降り始めなんで、うん、ちょっと朝一期待して、まあ朝一なんでちょっとトップから始めたいと思います。ちょっと今日も強気な釣りで行きたいと思います。
潜った。お、浮いてきた浮いてきた浮いてきた。いいそれ。でかいのも潜ってない。ハレーさんお疲れ様でした。お疲れでした。今日、今日ねちょっと、うん、最善を尽くしたんですけど、見事釣れないという。まあちょっと動画が今どんだけできてるかわからないんですけど、どんだけっていうかどんぐらいの長さできてるかわからないんですけど、ちょっと尺が短い思うんで、エンディングをちょっと長め。本来僕、一番最初のスイムベイト対スイムベイト vs ビッグベイトの時にも話したと思うんですけど、僕そのビッグベイトを使ったことがなくてですね、今まで、まあ、言ったらずっと、超フィネスな釣りばっかりをやってきたんですけど、もう本当に血合いぐらいの見出すと、まあ、伸ばすと、うん、ダウンショットとか、うん、で、まあ、YouTube を始めるにあたってですね、その何て言うんですか、うん、まあ皆さん視聴者の皆さんに、まあ、ビッグベイト何かって面白い、見ろって面白いかって聞かれたらそうじゃないかと思うんですけど、何て言うんですかね、インパクトのある動画を届けたいなということでやりだしたんですけど、ビッグベイトを極めたいなって思ったのも、まあ、理由が何個かありまして、まあ、その今言ったような何でしたっけ、あのインパクトのある動画を皆さんに届けたいっていうことと、あのバス釣りの中でも50アップを10本釣って嬉しい人と、50アップ10本もいらな、あの釣らなくてもいいっていうか、まあ60そう、うん、を1本だけ釣れたら嬉しいっていう人とか、うん、いろいろいると思うんですけど、まあ、僕はその60アップを1日で1本、で50アップは10本いらないんで、60アップを1本釣れたらなっていう思いからビッグベイトを始めたっていうのもあるんですけどね。ただでかいのが食ってくるっていうイメージがあるんで、うん、まあやっぱりこうね、そのビッグベイトの洗礼じゃないけど、いやもう洗礼はだいぶ受けてますよ。うん、受け取るよね。今日春也は、うん、スピニング持ってきてないじゃん。そうじゃね、完全に。そうじゃね、でも前までだったら絶対、まあ、スピニング持ってきてないっていうか、もうこの2本しか今日持ってきてないんだけど、だって前までだったら全然ね、普通に、まあそうじゃね、なんて言ったらいいんかね、こう、まあ、竿をじゃあ6本持っていこうかとか、まあほとんど、うん、スピニングメイン、スピニング、そうじゃね、スピニングばっかりだったね、うん、まあ、実際 それに関して言うと、うん、まあ、今ビッグベイト、うん、まあ、そのさっき言ったようにね、 YouTube の
インパクトをつけたいということで始めたんですけど、なんて言うんだろう、まあ実際僕の中でも思ってることは、絶対スピニングの方が魚の数は釣れると思うんですよ。ああ、そこが繋がってくるわけね。まあ今マレアのそのそう、うん、まあやっぱその何、まあ細々したのって言ったら良くないかもしれんけど、やけ、なんていうのかな、うん、そのただ釣れるだけじゃなくてっていうのは、で僕がさっき言ったように、うん、50アップを10本釣る人、うん、それはもう1日でそんだけ釣ったらもうめちゃくちゃすごいことだし、うん、うおーってなるし、まあ尊敬もできるし、すごい、いや、すごい、すごい、いや、本当にすごいことだと思うんだけど、なんか僕はすごいと思うけど、なんていうんですか、そういう釣り方じゃない、いや、そういう釣り方もすごいなと思うんだけど、ときめ感っていうか、あー、すごいんだけど、なるほどね、じゃけ、もうロマンを追い求めたいタイプね、俺はね、50アップ10本釣ったって言われて、うわすげえねとはなるんだけど、うん、じゃあ俺は60釣れたようなの方が、そう俺は、うん、やばいっていう風に なるタイプで、まあとにかく、うん、まあ、何の釣りにしてもそうだけど、うん、でかいのを釣りたい、うん、でもうもし言ったらその今僕の周りの人、うん、の中でもその人らの中で一番のでかい魚を釣りたいっていうのが僕の考えなんですよね。で、別に僕はうまいとか思われたくないって言ったらおかしいですけど、別にうまいがどうこうとかじゃないよ、うまいじゃなくてもいいし、下手って言われてもいいんですけど、そう、ロマンを求めたいし、まあその人それぞれの楽しみ方があるのかなっていう、まあじゃあ今日はこんな感じでしたけど、次回から頑張っていきましょう。じゃあまあちょっと今日坊主だったんですけど、それは言うな、必死にやったんですけどね、ほんと、うん、必死だったね、マジで必死したよ、うん、ちょっとまた今度はね、まあでも今日のもしあの、うん、こういう動画でも面白いと思ったら、うん、思ってもらえるんだったらちょっとグッドボタン押してもらいたいですね。確かにグッドボタンね、まあその数によって、あ、うん、こういうのでもみんな面白いと、このエンディングのなんかこのちょっとラジオ的な感じいいね、そうそうそう、うん、まあまあ今日は本当に釣れなかったんで、うん、ちょっと尺というか、うん、睡眠用で聞いてもらったら、そうそう、 やってもらいたいなということで、うん、まあ本当そのいいなと思ったらちょっとグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。ちょっとまたこうね、皆さんにいいとこ見せたらいいなとは思うんですけど、まあいいところっていうか、うん、もういいとこは見せんでもいいかな、うん、でもうみんなが楽しんでもらえるように うん、やっていきたいですね。確かにね、はい、まあ、なんであのもしあの今後僕ビッグベイト今話してきましたけど、うん、こういうビッグベイトもあるよっていうのをあのコメントとかでももらえたら嬉しいですね。ちょっとそれを使っ、僕ビッグベイト本当知らないんで全く、うん、それ使ってすぐ買って使おう、まあ、すぐ買うかは分からんですけど、すぐ買おう。そうそう、ありがとうございました。